イランの精鋭部隊革命防衛隊は20日、シリアで空爆があり、部隊の軍事顧問5人が死亡したと明らかにしました。イスラエルによるものだとしていて、イランのライシ大統領は報復を宣言しました。革命防衛隊の声明によりますと、イスラエル軍の戦闘機がシリアの首都ダマスカスを空爆し、部隊の軍事顧問5人が死亡したということです。イランのライシ大統領は、イスラエルがテロ攻撃によって殺害したとした上で、必ず罰せられると報復を宣言しました。一方、イスラエルは空爆について発表していません。パレスチナ自治区ガザで、イスラエルとイスラム組織ハマスの戦闘が始まって以降、ハマスを支持するイランとイスラエルの対立も激化しています。こうした中、イラクでアメリカ軍主導の有志連合が駐留するアサド空軍基地が親イラン勢力に攻撃されたとアメリカ軍が発表しました。弾道ミサイルやロケット弾が撃ち込まれ、負傷者が出たということです。